auf die Volkshandwerkskanal von Don Rico 44. お侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣に来るときに鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいるときだ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居はすべて神の社へと通じています。ご父もそこで得られることでしょう。
チェ。
頼み。誇りのある相手であれば、私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか、腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが上りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う。達者で。Merci fürs Zuschauen und see you next time.
足が。早く逃げよう。じきにここは見つかる。もうこれにとっちゃ俺らは手負いの鹿か。すべて忌々しい通行証のせいだ。休んだら奪いに行くぞ。お侍、何があった？猛虎と手を組む秋雨戸がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、蛮兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋雨戸の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。秋雨戸の荷車だ。秋雨戸はおらぬか。小兵、小屋の男らと戦ったのか。通行証はないな。もう子供、Allez, vite, 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 vite.
양말 내게 말어. 小屋の男らが狙いか、知らせてやらねば。遅かった。お侍、こちらへ。
通行証を持ったアキュードを助けてください。実は弟なんです。なんだと？通行証を奪おうとしたのも全て仮名のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。あった、あっちか。脇にそれた。